はい、こんばんは、アマゴサイクルです、本日2023年の7月の5日ですね。はい、されております、あの焼きそばですね。皆さんもお好きですわね。私も大好きでございます。いつもご視聴ありがとうございます。焼きそばはね、まあスーパーで買う焼きそばですけどね、これで大体、ね、普通の焼きそばです。40円ぐらいでしたね。うん、値上がりする前は、28円ぐらいでした。とっても安いです、はい。これ使いましょうね。これとあとキャベツだけでございます。できるだけね、シンプルですね。こういう鉄のフライパンでやるのがいいと思いますね。そうですね。はい、よし、高カロリーやな。火力、高カロリー。まずね、やっぱりごま油を使いましょうかね。ごま油、はい、風味が出るね。はい、ちょっと油なじませます。とりあえずこれ楽しいんですよね、鍋振るのね、うん、ガンガンやっちゃいましょう。はい、鍋振りは楽しいですな。ぐらい、はい、これぐらいでね、いっぺん、そばをおろします。ここにいっぺんおろしますね。次ね、キャベツをね、炒めます。はい、さっと炒めます。再び蕎麦をね、入れます。蕎麦を合わせます。合体。ウスターソース入れます。続いて、おたふくのね、お好みソース、これを入れます。あとね、ケチャップを少し入れます。ケチャップはほんの少しです。焼きそばね、出来上がりました。シンプルなね、キャベツと、うん、そばだけの焼きそばでございます。これで十分美味しいんです。はい。それではね、青のりかけますね。そして粉がつおをかけます。ちょっくらいただきます。今回はね、シンプルに、うん、キャベツと、焼きそば用のそばだけで作りました。十分美味しいですよ、これ。うん。これ。うまそうじゃありませんか。ね。いただきます。やっぱりソースね。この、うん、イカリ、ウスターソースね。一般的なやつ。で、おたふくさんのね、お好みソースですな。うん、これが美味しい。それとですね、ケチャップをね、ちょっとだけ、たくさん入れたら、味がね、
強すぎますからね、うん、その辺は加減です。はい、うん、美味しゅうございました。それではご視聴ありがとうございました。